さあ、行くぞ。今回はバイクのナンバーを自分で取る方法をご紹介します。まずコンビニで自賠責保険に加入しました。次にいるものは住民票です。バイクを買った時にもらえる2枚の紙、認めの印鑑、以上を用意して陸運局に向かいます。250のナンバーが欲しいんですけど。陸運局に着いたら 250cc のバイクのナンバーが欲しい旨を伝えます。持参した書類を確認してもらい、新たに申請に必要な書類がもらえます。記入の仕方などはとても親切に教えてくれるので、はい、初めての方でも大丈夫です。はい、わかりました。はい、書類に記入していきます。間違えないように気をつけましょう。書きました。すべて記入したら窓口に提出して呼ばれるまで少し待ちます。はい、呼ばれたら書類を受け取ってナンバーをもらいに別の窓口に行きます。お願いします。書類を渡し、お金を支払い、ナンバーを受け取ります。福井市は580円でした。ありがとうございます。ナンバーと一緒に取り付けに必要な金具もついてきました。自賠責保険のステッカーを貼ります。ナンバーを取り付けて完成です。ご視聴ありがとうございました。